ランと二人神社に初詣にやってきました。うわーすごい人、三が日過ぎても結構人がいるのね。テレビで見たことあるけど元旦はもっと人すごいもんね。神様も大変よね、こんなに願い事聞くんじゃ。今年も一年平和でありますように。今のお菓子作りの腕が調達しますように、ダイエットが成功しますように、素敵な彼氏と出会えますように。あとラン、ちょっと頼みすぎじゃない？え、そう？お賽銭奮発したし、いいんじゃない？そうかな。じゃあ、さゆりは何お願いしたの？私のお願いは、願い事、叶うといいね。うん、よし、初詣大割り。どうするラン、お昼でも食べに行く？いいね、行こう行こう、もうお腹ペコペコ。でもその前に焼きそば、リンゴ、ちょっとさっきの願い事は？それはお正月終わってからにするもんね。もう、って、ラン前、おっと、すみません。あ、君たちも来てたんだね。三月先生、それにお兄さんたち。さゆりちゃんだっけ？はい。彼女は？友達です。じゃあお前の生徒か。うん、この匂いは。椿さん、どうかしました？向こうからカカオの匂いがしますわ。え、カカオ？そんなことがあったんだ。びっくりしたよ。あの時のことはよく覚えているぞ。そうだ、今新作のチョコを作ってるんだ。よかったら試食においでよ。今度はランちゃんも一緒にね。いいんですか？もちろん。やったー、絶対行こうね、さゆり。うん、三月様。三宮さん、明けましておめでとうございます。おめでとう。新年早々お再生不安。お前の知り合いは変わったのが多いな。ん、俺らはもう行ってきた。本当、お正月くらいまともにできないのかしら。美月、僕たちはそろそろ帰るよ。え？でも明日の仕込みもしなきゃいけないし。いいか、生徒の相手をするのも講師としての務めだぞ。うん。じゃあ僕たちは店に戻るから。あ、そんな、まだいいじゃないですか。やれやれ、今年も大変そうだですね。ところで、二人は何をお願いしてきたの？私はダイエットと、お菓子作りと、恋愛と、それからそれから。いっぱいしたね。先生はどんなお願いをしたんですか？僕？はい、僕はね、君たち生徒が無事卒業できますようにってお願いしてきたよ。ありがとうございます、先生。本当一年ってあっという間ですね。この前入学したばかりな気がします。そうだね。さゆりちゃん、ごめんなさい。行こう、さゆり。うん。先生、すみません、私たちこれで失礼します。ああ。卒業か、もうみんなと会えなくなっちゃうのかな。困らせちゃいけない。